昨日と連日の方もかなりいらっしゃいますね。私もそうです。同じメンバーと。遺伝子を人工的に組み替えて作られた食べ物のことです。その安全性にはとても不安を持っています。そしてこの遺伝子組み換え食品作物を開発し販売しているのがモンサントという会社です。私たちはこのモンサント社に反対する大行進を行っています。モンサント社は遺伝子組み換え作物によって世界の食料を支配しようとしています。私たちの大切な食べ物をたった一つの企業によって支配されることは私たちは許せないと思っています。食べ物は私たちの体を作るだけではなく未来の子どもたちにもつながるものです。そんな大切な食べ物をモンスタント社というたった一企業に支配され、そして独占されてしまうのは許せません。種というのは、種子というのはとても大切なものです。その種子をモンスタントは支配しようと言っています。私たちの大切な食べ物の元となる種子、その独占に反対し、私たちの大切な食べ物を守るために私たちは今反モンスタント大行進を行っています。それでは皆さん、恒例しました。
ント大行進、厳粛に変え、全ての食料主権を求める、私たちは市民のデモです。今日は世界食料で、世界から飢餓をなくそうという思いの中で、日本からそして世界から電子組み換え作物、電子組み換え食品をいらないという声を、グローバルトップ企業である日本モンサント社、モンサントの日本支社、京橋にありますが、こちらに向けてアピールをしていこうということで、デモ行進をしています。食料自体はあるのにそれが配分されない、途上国で、多くの国で今も十分に食べられない人たちがいます。そしてその一方でですね、食物メジャーと言われるモンサントに代表されるグローバル企業は電子組み換え食物をどん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 作って、私たちの食、そして食料主権、食べる食べないということを選ぶ権利、こうしたものを全て支配のもとに置こうとしています。この世界食料デーに私たちは日本からも世界からも電子組み換え食品はいらないという声をモンサント社に直接届けようと、今京橋にあるモンサント社に向かってデモ行進をしています。どうか広島などもお配っていますので、ご興味がある方は手に取って、そしてデモに参加もしてください。よろしくお願いします。反モンサント大行進とは何か、遺伝子組み換えという言葉を聞いたことがあると思いますが、遺伝子組み換えの食品をたくさん作ろうとしているのがモンサント社という会社なんです。そして TPP によってこの遺伝子組み換え食品がこれから次々と日本に入ってくるかもしれません。その元凶となるモンサント社というグローバル企業、日本の銀座に支社がありますが、ここに向かって私たちは、私たちこの国に暮らす人々の命と健康を守るため、遺伝子組み換え食品を日本にこれ以上入れないため抗議の活動で歩いています。皆さんの子供たち、そして孫たち、その未来の健康、命を本当に思っているのであれば、ぜひご賛同ください。モンサント社というグローバル社が、グローバル企業が遺伝子組み換え食品をどんどん作り出し、奇妙な動物たちを遺伝子組み換えをして、次々と繰り出す実験を今でも行っています。私たちはこのモンサント社というグローバル企業、日本に遺伝子組み換え食品を入れないために、世界から遺伝子組み換え食品をなくすために、銀座に支社があるモンサント社に向かって抗議の方針を続けています。遺伝子組み換えいらない、遺伝子組み換えいらない、モンサント社はいらない、モンサント社は出て行って、
その遺伝子組み換え食品はいらない、食べたくない、子どもたちに安心で安全な食べ物を食べさせたい、そういう思いで大行進をしております。その遺伝子組み換え食品を開発し販売しているのがモンサントというグローバル企業です。このグローバル企業モンサント社に反対する大行進を行っています。今日は国連が定めた世界食糧です、食糧デーです。私たちはその食べ物を考える日に、遺伝子組み換え食品は食べたくない、安全性に不安のある遺伝子組み換え食品を子どもたちに食べたくない、そういう思いでモンサント社に反対する大行進を行っています。ぜひ皆さんも遺伝子組み換え食品のことを知っていただいて賛同いただき、よろしければぜひデモにも一緒に参加してください。遺伝子組み換え食品の問題を多くの人に知らせるため、遺伝子組み換え食品食べたくないという大行進を行っています。遺伝子組み換え食品を、作物を販売し作っているモンサント社が銀座に日本支社を持っています。私たちはその日本モンサントに対して、遺伝子組み換え食品は食べたくない、こんなものを作ってほしくない、食の支配をしないでほしいという思いで大行進をしています。私たちが食べることについては、科学的に非常に不安な点が多くの科学者から指摘されています。今 TPP が進んでいる中、日本に次々と遺伝子組み換えの食品が入ってきてしまいます。皆さんもお豆腐のスーパーマーケットを買うときに、遺伝子組み換えでないなんて書いてあったりするのを目にすることがあると思います。この遺伝子組み換え食品、私たちは食べたくないと思っています。私たち自身の健康や小さな子どもたちの健康のことを考えるとき、遺伝子組み換えの食品がそこら中に蔓延しているような日本の社会はごめんだ、こう思うのが普通ではないでしょうか。しかしグローバル企業であるモンサント社、銀座に支社がありますが、このモンサント社が遺伝子組み換え食品を作り続けて、TPP によってこれから日本に遺伝子組み換え食品が次々と入ってきて、表示が変わってしまう可能性が大きいです。ですから、私たち自身の健康、そして子どもたちの健康のことを考え、未来を考え、
日本の社会の食の安全を考えて、こうやって日本の銀座にあるモンサント社に向かって大行進を行っています。ぜひ皆さんも子どもの健康、私たちの未来の日本を考えるときに、遺伝子組み換え食品を作り続けているこのモンサント社にやめろという声を上げていただきたい。ぜひ皆さんもこの列に加わってください。加わることのできないお忙しい方は、遺伝子組み換えってなんだ、モンサントってなんだ、帰ってからネットで調べてみてください。遺伝子組み換えいらない、私たちは飢餓がなかなかなくならない現状を不安視し、もう一つの世界食糧デーとして世界の市民と手を携えて大行進をしています。その食糧が今モンサントという一つのグローバル企業に支配されようとしています。私たちはそれをとても危惧しています。食べ物というのは私たちの体を作る大切なものです。そして未来の子どもたちの
体を作るものでもあります。そんな食べ物をモンサントという一つの企業に支配されてしまっていいのでしょうか。私たちは大切な食べ物を守るために、そして遺伝子組み換え食品は食べたくない、そういう思いで今日多くの市民と大行進をしています。モンサントという会社は遺伝子組み換え作物を開発し、それを世界中に売っています。ご苦労様です。ここで受け取りますけども、一旦止まります。それで手本のですね、間隔を縮めてください。前の方にくっつくようにですね、デモの感覚を狭めてください。よろしくお願いいたします。もうちょっともうちょっと、もうちょっと後ろの方、前の方まで詰めてくれますか。前の方と詰めてください。はい、出発します。はい、じゃあ皆さんここで上がるとですね、左手と左手に日本コンサートツアーが出てきます。その時はまたお伝えしますけども、コールをやりながら行きたいと思います。よろしくお願いします。遺伝子組み換えいらない、
世界の食を、世界の食料を特定し、種を牛耳ってしまおう、このように考えているグローバル企業の一つです。これから私たちは、この遺伝子組み換えを続けている、銀座に自社のあるモンサント社に向かって歩いているところです。モンサントはいらない。食の安全守りたい。食の安全守りたい。安全なものが食べたい。遺伝子組み換えいらない。遺伝子組み換えやめろ。モンサントはやめろ。遺伝子組み換えやめろ。この新興公園が春の天井のビル、白っぽいですね、ところに日本語の会社があります。最初に申し上げたように、歩道には上がらないように注意してください。ただここに向かってですね、遺伝子組み換えいらない、私たちの食の安心安全守ろうということをですね、ぜひ上の方にあるんですけども、行ってきましょう。遺伝子組み換えいらない。遺伝子組み換えいらない。モンサントはいらない。モンサントはいらない。食の安全守りたい。私たちの未来、子供たちの未来、モンサントはいらない。遺伝子組み換
ぐらいかなと思いますが、みんなで気持ちを一つにして、
常にまとまった一体感のある素晴らしいデモだったと思います。お疲れ様でした。じゃあよろしいですかね。はい、これからはですね、戦いが続くわけです。モンさんとこれに、さまざまなグローバル食物メジャーが狙っている。そして先ほど申し上げたように、でも問題日本政府がですね、それを全く食い止めないんじゃないかという中でですね、やはりその市民の運動、消費者の声、そういったものが大きく大きくしていく必要があると思っています。ぜひこれからもですね、みんなでつながり合って、いろんなことを共有して大きな動きを作っていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。お疲れ様でした。これで主催者としては終わりなんですが、モンタンドさん、もう一回見に行きたいねとかいう方はですね、戻って、ただくれぐれも違法なことはしないようにということを、主催者として、注意申し上げておきたいと思います。はい、じゃあありがとうございました。